The Fed's job is to set interest rate so that inflation reaches its target. 連邦準備委員会の仕事は金利をセットすることであって、それによってインフレがターゲット目標に到達するように金利をセットするべきだと。で、With the economy still overheating、経済が依然としてオーバーヒートしているので、With the economy still overheating、Its work is far from done、その連邦準備委員会の仕事は、終わるには程遠い、far from done ですね。で、Although the central bank has raised interest rate faster than in past tightening cycle、It has been so far behind the curve that every reminder of inflation's stickiness is jolting market the opportunity of what good monetary policy is supposed to achieve. で、これちょっと文章長いですけど、分けて見ていきますと、中央銀行は、引き締め過去の金融引き締めのサイクルにおけるときのよりも早く、より早く金利を上げてきたのだけれども、Although the central bank has raised interest rate faster than in past tightening cycle、上げてきたのだけれども、今までのところ、the curve だから、上昇の度合いが、so far、behind、遅れてきている。上昇の度合いが遅れてきている。そのザカーブの内容は、Every reminder of inflation stickiness is jolting market。だから、インフレの、厄介なインフレの全てのリマインダー、要するに、要素、全ての要点は市場を揺さぶっている。まあ、簡単に言えば、このザ・エブリー・リマインダー・オブ・インフレーション・スティックネスというのは、この作者がちょっと凝った言い方してるんですけど、単にインフレですね。インフレは非常に揺さぶっている。そういう上昇ですね。それに対して、金利がファービハインド、遅れているという、そういう意味ですね。The opportunity of what good mentality policy is supposed to achieve。これは、良いマネタリーポリシー、良い金融政策が達成されるべき、良い金融政策が達成されるべきであることの反対なんだけれども、ザ・ポーズ、オポジット、反対なんだけれども、そのインフレの、スティキネス、不安定ないろんな要素が市場を揺さぶっている、そういう、カーブ、上昇率にはるかに今ソファ、今までのことを、今までにおいては上昇率が遅れて劣ってきているという、そういうことですね。ソファ、今までのところ、ビハインドカーブ、カーブはこう上昇率ですね。上昇の遅れを取ってきている。こうリマインダーっていうのはよく使うんですけど、これはですね、ちょっと見ていきますと、思い出させる人、思い出させるための注意、合図、督促状、こんな意味しかないんですよ。ですから、インフレを、まあ、なんていうか、思い出させる、インフレの、スティックネス、容易ならざることを思い出させるすべてのものが、ことが市場を揺さぶっている。だから、インフレの、まあ、簡単に言えばインフレでいいと思うんですけどね。すべてのいろいろ、すべてのいろんなこと、インフレが煩わしている全てのいろんなことが市場をジョルティング、揺さぶっている。
揺さぶっている上昇、揺さぶっている上昇率、揺さぶっている上昇率に遅れを取ってきているということですね。でその後は追加説明で、いいマネー金融政策っていうのが達成されている、達成されることのオポジット、反対なんだということを言ってですね。ですから、ここではですね、まあ、経済がオーバーヒートして、フェドの役割はまだ終わってないし、実際にはですね、インフレが市場を揺さぶっているその上昇が、に金利が伴っていないということで、まあ、良い金融政策になってないよということを、ここでは言ってるんですね。それじゃ次行きますと。